何やってんだこんなとこで。全然泣かないよパンチ。そんな日もあるさ。心配ないって言われたんだろ病院で。信用できないよあの医者は。適当に見ただけだもん。でもま一応プロなんだし死ぬことはねえだろ。やめてよ。音美もほとんど記憶ないんだ。お父さんのこと。だからきっと亡くなった時も泣けなかったと思う。とても優しいお父さんで、音美はものすごく可愛がってもらったってお母さんは言うんだけど、そんなお父さんがいなくなったのに泣けないなんて悲しいよね。サイダーかけられても泣きたかったか。にしてもこれだけおとなしいとさすがに心配になるな。でしょ。なのにあのヤブ医者、ただの食いすぎだなんて言うのよ。食いすぎ。腹が減ったら泣くから心配ないって。餌だっていつもと同じしかあげてないのに。あげた？いつ？夕方。俺もやったぞ夕方。え？餌入れが空だったから。俺がやった時も空だったぞ。ん？腹が減ったら泣くから心配ないってか。一発殴っていいかこの犬。手加減してあげてね。